医者裁判でのホーフェンバルでもあるェンは、ナチスドイツのブフヘンバルと強制収容所付き親英隊グニー。最終階級は、親英隊隊員。フライブルク出身。ギムナジウムを出た後、1919年から1933年にかけて、デンマーク、スウェーデン、アメリカ、フランスに滞在した。1933年に、故郷のフライブルクへ戻り、 フライブルクやミュンヘンの大学へ通った。1934年に、新英体に入隊。医学を治めて、新英体の内科となった。1937年には、ナチス島にも入党した。1940年には、ブーヘンバールと、強制収容所に赴任。彼はここで、チフスに関する医学実験やフェノールを抑えた血成の体制についての研究などのために、 無数の囚人を死に追いやった。ナチスの障害者やユダヤ人に対する安楽死計画、オクシオン 14F13 にも携わっている。法変は1943年にナチス政府によって逮捕された。汚職容疑で逮捕された女性監守イルゼコハホに不利な証言をしようとしていた、親衛対象校に法変が致死量に達するフェノールの注射をしたためとされている。 ナチスは彼に死刑判決を下したが、1945年3月に釈放している。負傷者が増大しており、医者が不足していたためだった。ドイツの敗戦後、連合軍によって逮捕された。ニュルンベルク継続裁判の一つ、医者裁判の被告人の一人となった。人道に背く罪などにより死刑判決を受け、1948年6月2日に、バイエルン州、 ランツブルク刑務所で公主刑に処された。ありがとうございます。